どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今日は俺の屍を越えて行けにおいて、多くの人が知らないままクリアしてしまった。人によっては未だに知らないという要素について見ていきたいと思う。俺しかは前の動画で見たストーリーの時点で知らないことがたくさんあったし、何度もクリアした今でもまだ知らないこととかがきっとあるんだろうな。今回はゲーム本編に関わらない小ネタ的な要素も多いが、それでもどれも興味深いものばかりなんだぜ。気になる気になる。そんなわけで早速スタートなんだぜ。まずは一番最初に選べる初期職業についてだが、霊夢はゲームの序盤ではどの職業につけるか覚えているか？確か元太と凛の子供である初代の当主は剣士固定で、オープニングで当主が更新して生まれてくる二人目のキャラはなぎなた氏で固定だったわよね。そうだな。それで次に生まれてくる子が自由に職業を選べるんだった気がするけど、確か一番最初は剣士となぎなた氏とそれに加えて弓使いもいた気がするわね。よく覚えていたな。その通りだ。やったー、合ってた。俺しかではその職業に就くには指南書というものが必要となり、主人公たちの先祖である元太と凛はそれぞれ剣士となぎなた氏であることから、主人公たちがこの二つの職業になれるのは当然だ。そうね。それじゃあ弓使い、なぜ主人公たちは一番最初から弓使いにもなれるんだろうか。いやそれはゲームの都合でしょ。さすがになぜ弓使いになれるかの設定まで作り込んでないでしょ。それがそうでもない。その証拠となるのがこのオープニング映像だ。これはオープニングで元太と凛が石猿デネモンと戦うシーンよね。ここで戦闘開始時のスロットの結果に注目してもらいたい。なになに？ああ、弓の指南を手に入れてる。そう、つまりこの瞬間までは元太やオリンを含めこの一族は弓使いになれなかったんだが、この瞬間に弓の指南を手に入れ弓使いになることが可能になったんだ。このオープニングの戦いにそんな伏線があったなんて、ちなみに言うとここの戦いではカランカの合わせを活用しているが、実はこれも後のヒントになっていて、石猿デネモンのステータスは技の比がたったの50しかないんだ。技の比っていうのはどういう影響なんだっけ？火属性の術を使った時に与えるダメージと火属性の術を食らった時の火ダメージに大きく影響する。ということは火属性の術？つまりカランカがこいつの弱点っていうことなのか？そういうことだ。うわぁ、そんなところにもメッセージが込められてたんだ。ボスクラスで技の比が50というのは通常ありえないくらいの低さで、まさに底をつけというメッセージも込められたオープニングだったわけだ。オープニングなんて初めてゲームをプレイした時の1回しか見ないことが多いけど、全部終えてからまた見たらそれだけで色々違う景色に見えたりもするんだな。続いては更新相手である神様の遺伝子についてだが、例えばこれは対象点有効の画面。さすがにトップクラスの神様なだけあって、どの遺伝子のバーもかなり長いわね。そんな中でも特に技の比は母系遺伝子も父系遺伝子も最高値。子供に引き継がれる遺伝子はそれぞれの項目につき、母系か父系のどちらかのみとなるわけだが、霊夢なら技の比は父系母系どちらの能力が受け継がれてほしいと感じる？ぱっと見どっちもマックスで変わらないから、母系でも父系でもどっちでもいいような気がするんだけど、だが攻略本の情報を見てみると対象点有効の能力はこのように書かれている。このバーの横に書かれてる数字とプラスマイナスみたいに書かれてるのはどういう意味？この数字は遺伝子データを数値化したものなんだが、プラスマイナスが0以外のものは、その数字分だけ引き継がれる能力が上下にブレるということなんだ。ってことは技の比のバーの長さはパッと見両方とも一緒だけど、実態は全然違うってこと？その通り、母系の技の比が受け継がれれば純粋に988という最高の潜在能力を秘めて生まれてくるが、父系の技の比が受け継がれた場合は902に上下のブレ幅が86、つまり最悪の場合816までその潜在能力が下がってしまうんだ。パッと見同じなのに200近くも変わることがあるとか、そのため本当に最強のキャラを作りたい場合は、バーの長さだけでなく潜在的なデータも気にしなければならないということだな。俺しかを長年やってればいつか最強キャラを作るのが夢になりそうだけど、バーだけで判断できないとなると思ったよりも困難な道のりかもしれないわね。ラストダンジョンのサンズの川に登場するこのキャラ、渡りたければ命かお宝を置いていくように言われるんだが、霊夢は当時どのように対応していた？私の場合は一番最初はどっちも嫌だったから、一番下の選択肢を選んだら戦闘になって、しかもまあまあ強かったからそれ以降はお宝を渡してた記憶があるわね。そういう人が一番多いかもしれないな。そしてその際に渡すお宝だが、
人によってはある程度いいものを渡さないとまた戦闘になってしまうんじゃないかとか、いろんな心配をしてそれなりのものを渡してしまっていたケースも少なくないだろう。そうそう、私も最初はこのくらいのものだったら納得してくれるかなっていうまあまあなものを渡してて、でもある時試しにゴミみたいなアイテムを渡したら、それでも問題なく通してくれて、なんだよって思った記憶があるわね。そんなわけでここでは何の価値もない折れた弓でも渡してみることにしよう。初見の時だったら怖くて絶対こんなアイテム渡せないわ。こんなゴミ渡されて我慢してくれるなんて懐が深すぎる。なんならちょっとまんざらでもなさそうだからな。ここは何度も来るから大抵の人がどこかしらで気づくけど、中には最後まで気づかなかった人もいるかもしれないわね。真面目なプレイヤーほど気づかずにずっといいものを渡してしまっていたかもしれないな。俺の屍を越えて行けのボスは、他の RPG のボスと大きく違う点があるんだが、霊夢はそれがなんだかわかるか？他の RPG のボスと違う点って言ったら、倒しても倒しても一定期間過ぎるとまた復活するっていうことかな。それも確かに他の RPG のボスと違う点だが、今回は戦闘中に限ったこと、さらに言うと他のボスには普通あって今作のボスにないものだ。俺しかのボスにないもの？気合とかかな？いや俺しかのボスも割と気合十分に襲ってくるぞ。正解は状態異常耐性だ。なんと今作ではボスであろうと何であろうと状態異常攻撃が効いてしまうんだ。え、そうなの？じゃあ普通に眠らせたりすることも可能ってこと？もちろんだ。なんなら敵によってはずっと眠らせておいて一方的に倒すことだってできてしまう。それは知らなかった。ボスには状態異常が効かないものだと思い込んでた。まあ普通はそう考えるよな。でもさすがに神とかそういうボスの中でも上位的な存在を眠らせるとかは無理でしょ？いや、先ほども言ったが今作ではどんな敵でも状態異常が効く。じゃあ視点同時にクララの術を使ったら？当たればすやすや眠るだろうな。じゃあラスボスにクララを使ったら？そっちもすやすやだ。ラスボスすら寝ちゃうとか？そのため強敵との戦いで苦戦していて、回復が間に合いそうもない時にそれでも回復をするか、それとも思い切って攻撃に転じるか、そんな場面に出くわす時もあると思う。ボス戦ではそんな場面よくあるわね。もしかしたらそういう時に一番効果的なのは回復でも攻撃でもなく、敵を状態異常にさせることかもしれない。確かにそれで1ターンしのげれば一気に体勢を整えられるかもしれないし、まさか最後の騎士改正の一手の選択肢に状態異常攻撃が入ってくるとは思わなかったわ。まあもちろん強敵相手にじゃんじゃん状態異常が効くというほど甘くはないが、それでも知っておいて損はないと思うんだぜ。これはちょっと盲点だったわ。知って驚いたといえば、キフトと主人公の関係もそうなんじゃないか？実は両方とも視点同時だったってやつ？それもあるが、それは二人の関係というよりは結果的に二人ともそうだったという感じだな。以前のストーリー解説の動画を見ていれば二人の関係が把握できてると思ったんだが、わからないか？どういうことだろう。まず主人公の母親はおりんだよな。じゃあキツトの母親は誰だっていう話をしたっけか？これは総翼院のボスである片刃の王だったわよね。その通り。そして片刃の王とおりんの関係は何だったかな？確か姉妹だったっけ？そう、つまりその姉妹から生まれたキツトと主人公は、いとこってことになるのか？そういうことだ。親戚同士で争うように仕向けられてたのかよ。そういえばそういった計画を主導したのは一番偉い神様のヒルコだったけど、主人公一族の身の回りの世話をしてくれてるイツカとヒルコは結局同一人物ってことなの？設定としては一応別人物だな。ヒルコは赤ん坊の頃に殺されて、その魂を天界にあげられてヒルコになったと説明したが、イツカの方はその殺された肉体に魂の残りカスのようなものが宿ってできた存在で、元は同じ人物から生まれた別人格といったところだな。なるほど、そういうことだったのか。突然だがこのゲームの主題歌である花、何度聴いてもいい曲だよな。めちゃくちゃいい曲。確か歌詞の途中に、移ろいやすく儚い命、それぞれに美しく、みたいなところがあったと思うんだけど、これがまさに俺の屍を越えて行けの世界観を表現していてグッとくるわね。だが実はこの曲はこのゲームのために作られたものではなく、もともとすでに存在していた曲をゲームのテーマ曲に使わせてもらったものなんだ。そうだったの？ゲームの世界観に合いすぎてるからてっきりそれ用に作った曲だと思ってた。本当にそのくらいマッチしてるよな。ちなみにこの曲を作ったのは実際の歌い手でもある木原涼子さん。ボーカリストやピアニストとしての演奏家の一面の他にも、音楽講師としても業界内で非常に高い評価を得ている人物のようで、
ゲーム業界とはあまり接点が多くない人かなと思って調べてみたら、なんと過去にファミコン時代の桃太郎伝説や桃太郎電鉄の編曲も手掛けている経歴の持ち主だった。俺しかと桃鉄の振り幅が大きすぎて全然イメージができない。そしてその時のことを過去にこのように語っていたんだ。一つのゲームで映画一本分かそれよりたくさんの曲を書いてきたので勉強にもなりました。ゲーム音楽ってやっぱり大変なんだな。初めて手掛けた桃電、それに続く桃鉄は今でも続いている人気ゲームで、その第一作目をそれぞれ編曲しました。この頃はまだピコピコ音で同時発音数が3か4くらいだったので、バッハの手法が大いに役立ちました、とのことだ。すげえ、桃鉄の音楽にはまさかのバッハの手法が使われていた。ゲームしかわからない私たちにとってはどの辺にバッハがいるのか全然わからないが、プロがそういう風にいろいろ工夫して作っていたと考えるとすごいよな。すごい、全然わかんないけど今度から桃鉄の話題が出たら、あれってバッハの手法を取り入れてるからねー。って知ったかしよ。霊夢はこの前バッハとごっこの区別もついてなかったけど大丈夫か？そう言われると頭がごっちゃになってきた。じゃあ改めて聞くが桃鉄の曲で手法が取り入れられた人物は誰だ？あれ？メッシ？ダメだこりゃ。主題歌の話もしたしついでに今作の声優さんの話もしておこう。今作ではアニメとかで聞き覚えのある声の人もいた気がする。具体的なキャスト名はエンディングのスタッフロールで確認できる。そして少し降りていくと更新の時の神様と一族が亡くなる時の遺言を担当した声優さんの名前が出てくるんだが、霊夢はこの部分全部で何人くらいの声優さんが担当していたと思う？ちなみに神様って全部で何人くらいいたんだっけ？男女合わせて100人以上いるな。そんなにいるのか。それに遺言のパターンもめちゃくちゃ多かった気がするから、一人につき二役くらいやってもらうとして声優さんを50人くらいは用意してたのかな。正解はたったの4人だ。え、4人で全部の神様の声と遺言のセリフの全パターンをやってたの？そういうことだ。すごすぎる。見た目もキャラクターも喋りもみんな個性的だったから、絶対もっといると思ってた。それだけ声優さんの実力がすごいということだな。その証拠にこの時の声優さんが、今ではファイナルファンタジー7のセフィロス役をやってたりもするんだ。そんなすごい人がこんな出演の仕方してたのか。霊夢はタイトル画面で実行可能な裏技コマンドがあるのを知っているか？俺しかはかなりやったし、大人になってからやり直したりもしたけど、裏技コマンドがあるなんて聞いたことないかも。やり方としてはこの画面で R1、L1、R2、L2 の順番に押してスタートするだけ。するとタイトル画面に新たな項目が出現する。ほんとだ、なんか見慣れないやったねっていう巻物がある。これを選ぶと今までに見たムービーをまた再生することが可能なんだ。これは知らなかった。そんなわけで今回はここまで。梅雨入りしじめじめした日が続くが、みんなも週末をのんびりエンジョイしてくれなんだぜ。私は今からお菓子でも買ってきて食べながら俺しかのやり込みでもしようかな。それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。